オストロオストロは、イタリア海軍の駆逐艦、ウルビネ級。浸水する、オストロジェノバのアンサルド社で建造。1925年4月29日寄港。1928年1月2日に、浸水し。1928年6月9日に巡航、浸九1928年10月9日に収益した。オストロは、駆逐艦、エスペロ、ゼフィーロ。 ボレアと共に、ラスペツヤを基地とする、アイデストロイヤー・フロッティラの一ショートトンスカドレンに、編入された。1931年、オストロア、トゥルビネ、アキローネ、ボレア、ダニエーレ、マニン、ジョバンニ・ニコテラ、パンテーラと共にツーネーバル・ディビジョンの一ショートトン、デストロイヤー・フロッティラを編成。1934年には、オストロア、エスペロ、ゼフィーロ、 ボレアと共にツーネーバルディビジョンのフォースでストロイヤー、スカドートレンを編成した。1936年にスペインで内戦が始まると、イタリアとドイツはフランコ将軍のナショナリスト側を、ソ連は共和国側を支援した。内戦の最初の年はソ連はスペイン北部、フランスとの国境近くのビルバオやサンタンデールの港を使用した。だが、 それらが1937年夏に陥落するとソ連は支援継続のためには地中海側の港を使用せざるを得なくなった。イタリアとドイツは1937年初めには地中海へ潜水艦を展開させ共和国側の海上交通の阻害を図ったがあまり効果は上がらなかった。1937年8月3日、フランコは オデッサを出発したソ連の大規模戦団のイタリア艦隊による阻止をムッソリーニに求めた。ムッソリーニはフランコの要求を受け入れ、軽巡洋艦アルマンド・ディアス、ルイージ・カドルナ、オストロなど駆逐艦発石及び水雷艇発石による封鎖が実行に移され、それらはシチリア海峡やメッシーナ海峡周辺に展開した。1937年8月13日、 イゼル島沖、リノーザ島のすぐ北で、オストロワからニで、カルタヘナからオデッサへ向かうスペイン船、コンデでアバソロを発見し攻撃した。20時43分に、スペイン船に魚雷が命中し、パンテレリア島沖の北緯36度13分、東計12度52分、北緯36.217度統計12.867度、12. 36.21712.867で、 沈没した。その乗員は23名が、イギリス船シティ・オブ・ウェリントンに救助された。1937年8月30日16時頃、紹介中の、オストロとトゥルビネは、ソ連船ティミール・ヤセブを発見、日没まで追跡し21時頃に、トゥルビネが魚雷を2本、オストロが1本発射した。ソ連船には、魚雷2本が命中し、 アルジェの東約74マイルの北緯36度57分、統計03度58分、北緯36.950度統計3.967度、36.9503.967で沈没した。生存者29名を乗せた救命ボート2隻が、現地の漁船に栄光されて、岸にたどり着いた。このソ連船は封鎖突破船ではなく、石炭を積んで、 カーディフからポートサイドへ向かっていた。9月3日、オストロは打破された、共和国側の貨物船、マール・ネグロを、カリアリから、スパルティベント・岬まで構想した。そこで、マール・ネグロは、ナショナリスト側の仮想巡洋艦、ハイメ・アイに引き渡され、パルマデ・マヨルを送られた。1937年9月にイギリスとフランスが、潜水艦の調量に対抗するためスペイン周辺への、 紹介区域設定に合意すると、イタリア軍の作戦は、中止に追い込まれた。1940年6月のイタリアの第二次世界、大戦参戦時、オストロは、エスペロ、ゼフィーロ、ボレアと共にセカンドデストロイヤースカドレンを編成していた。1940年6月27日、オストロと、エスペロ、ゼフィーロは、タラントから出撃し、北アフリカへ、対空砲10門。 弾薬120トン、人員162名を輸送する任務に就いた。6月28日、3隻は、マタパン・岬西南西沖で、イギリス第7巡洋艦船艦隊の攻撃を受け、エスペロが撃沈されたが、オストロとゼフィーロは、逃走に成功。オストロとゼフィーロは6月29日に、ベンガジに着いた。1940年7月5日、 トゥルビネ級駆逐艦7隻すべては、水雷艇4隻や、貨物船6隻などと共に飛ぶク港に停泊していた。この日、シディバラニに進出していたイギリス艦隊航空隊、第813飛行隊のフェアリーソードフィッシュ来撃機9機が飛ぶク港を攻撃し、駆逐艦、ゼフィーロが沈没するなど、合計5隻が沈没、または損傷する損害が出た。 沈没1940年7月19日、イギリス軍は、スパダ、三崎沖海戦で損傷した、軽巡洋艦、ジョバンニ・デレバンでネイレーがブルクにいるものと考え、新たな攻撃を行うことを決定した。オストロは、駆逐艦、ネンボヤ、アキローネと共に7月5日と同じ位置に、停泊していた。17時ごろ、イギリス空軍第55飛行隊と、 第211飛行隊のブリストレブレニム爆撃機12機が港の北部を爆撃し、対空砲台や港湾施設に若干の損害を与えた。18時56分、イギリス戦艦ウォースパイトから発進した水蒸気1機が戦火確認のために現れた。この機は対空砲により撃墜された。22時30分ごろ、第824海軍航空隊の フェアリーソードフィッシュ雷撃機6機が飛ぶ陸上空に現れ、激しい対空砲火に迎えられた。雷撃機は7月20日1時30分頃までには、目標を識別し、攻撃態勢を取った。1時32分に、機船、セレーの合戦日に光みなりし、沈み始めた。1時34分、オストロの後部弾薬庫に、エスカイフルモア機から発射された魚雷が命中し、 オストロは炎上して10分で沈没した。さらに1時37分には年暴がひかみなりし沈没した。イギリス側は1機がキロイタリア支配地域に不時着した。オストロでは42名が死亡、または行方不明となり、艦長ゾルパランなど20名が負傷した。あとにオストロと年暴の方はバルディアの防衛強化に使われた。テンプレート トゥルビネ休駆逐艦、ありがとうございます。